皆さんどうもこんにちは。世界の脳機チャンネル霊夢です。マリサだぜ。今回の解説ですが、視聴者の方は新しい再生リストが追加されたことに気づいてるかな？そんなの誰も気にしてないから、私が紹介するんだぜ。先日、当チャンネルの再生リストにコンバインシリーズを新規追加したんだぜ。この動画が公開されるまでは1本しか登録されていなくて、リストの意義を成していなかったんだぜ。ということで、今回はクラース、歴史音に続くコンバイン解説第2弾、ギネス記録保有の CR10.90 の解説をするよ。 CR といえば、ニューホランドのコンバインシリーズだよな。今回の解説は、その中でもフラッグシップの CR10.90 に主軸を置いて話していくよ。まずは基本構成から頼むぜ。動力は、定格639馬力、最大で700馬力を出力する、15.9 リッターディーゼルエンジンよ。このエンジンはニューホランド製ね。車両寸法は長さ 8.6 メートル、幅 3.3 メートル、高さ4メートル、総重量26トンとなっているわ。カッター幅は何メートルあるんだっけ？最大で45フィートだから、13.7 メートルね。ただ、実際に多く使われているのは、41フィートタイプのようね。45フィートともなると、その分負荷も大きくなるから、使える条件も限られるってことかな？そうだと思うよ。そして脱穀システムはツインローター。確か、ローターマシンと、ウォーカーマシンって分類があるんだよね。そうそう。ニューホランドはツインローターシステムを長く採用しているのよ。公式の説明によると、大型のローターを使用することで子実と藁を正確に選別して、最終的に取りこぼす子実を少なくできると書いているわ。せっかく育てた作物を、取りこぼしては元も子もないよな。実際、ツインローターシステムはニューホランドに限らず、大型のコンバインで多く採用されているね。ツインローターと呼んで字のごとく、大きなローターが2つ並んでいるわ。CR10.90 のローターは1つの大きさが直径559ミリ、長さ2642ミリね。それって大きいのか？歴史音7000、8000シリーズよりも少しコンパクトね。歴史音の方が後に出てきて、790馬力までラインナップされてるもんな。CR10.90 の700馬力で動かすには、これ以上のサイズが必要なかったのかな。そういうことよね。今となっては、歴史音8900が唯一の、世界最大クラスとして出ているから、CR10.90 は、全体的に一回り小さい構成になってるわ。CR10.90 の穀物タンクは14,500リットル、排出オーガーは秒間141リットルだし、これを8900と同じクラスとして語るには、釣り合わないよな。こうして CR10.90 の時代は過ぎ去ろうとしているようにも見えるけど、実はギネス記録はまだ譲ってないのよ。このギネス記録も、クラースとニューホランドは長年にわたって火花を散らしてるよな。それじゃあここからは、この2社の熾烈な争いを振り返ってみようか。おう、クラースとニューホランドといえば、コンバインブランドの2大巨頭だぜ。まず有名な歴史音600あたりから始めようかしら。600シリーズはギネス記録を持ってたのか？いや、ないわ。でも参考値としてね、2005年に発売された、歴史音600は時間あたり60トンの収穫能力があるってのをスタートラインに見ていこうかなって。オッケーだぜ。それで、ギネス記録の認定は8時間の小麦収量で決まるのよ。じゃあ歴史音600シリーズだと、480トンくらいだな。というのを基準に、まずは2008年、ニューホランド CR9.90 が、551トンの記録を樹立したことでこの2社のギネス争いが始まるよ。クラースは収穫のスペシャリストと言われてるからな、他社にこんな記録を出されて黙ってはいられなかったんだろうな。そして次はクラースのターンね。クラースは CR9.90 を上回る、歴史音770を2010年に発売、翌2011年に675トンの記録を打ち出して、見事王座を勝ち取るのよ。しかしニューホランドはこの名誉をやすやすと手放すだろうか？いな。ここで今回のテーマ、歴史音770を打ち負かすべく開発していた CR10.90 を投入してくるよ。そして2014年に797トンの記録を打ち出して、王座を奪還し、今もその座を守り続けているわ。もちろんクラースも諦めちゃいないよな。当然よ。
2019年に発表された歴史音8900で、再び世界一の座に立つ機会を伺ってるわ。歴史音8900は、悪条件下で毎時94トンの収量を記録してるわ。ギネス記録に挑むには、なかなか条件が揃わないんだな。果たしてこの先、クラースが記録を塗り替えるのか、ニューホランドがそれを上回る新型モデルを出すのが先か、楽しみね。ちなみにコンバインの世界記録には、小麦だけでなく大豆の収量で測るものもあって、CR10.90 は両方の記録を持っているわ。さて、あんまり未来の話をしたら古い方が不利になるのは当然だから、次は従来機と比較してどれだけ良くなったかってのを見ていこうかしら。大事なのは、成長している、ということなんだぜ。CR10.90 の公式説明では、燃料と労力の節約について深く言及しているわ。それだけ力を注いだ部分ってことだな。金銭的に言うと、1エーカーあたり 4.6 ドルの節約になるそうね。エーカーは使い慣れない単位だぜ。1ヘクタールあたりで計算すると 11.3 ドルね。CR10.90 を使うような農家は何百、何千ヘクタールという単位で栽培しているだろうから、結構大きな差になりそうね。で、具体的には燃料消費を 6% 節約、処理能力が高くて仕事が早く終わることで、人件費の節約にもなるのよ。でも機械に金がかかっては人件費が減っても意味ないんだぜ。甘いわねマリサ、もちろん機械にかかる経費も含めて、総合的に計算した結果よ。それなら安心なんだぜ。それに仕事がより短時間で終わるということは、それだけ天候リスクも回避できるのよ。自然はコントロールできないからな、農業にとっては重要なリスク管理だぜ。そして脱穀システムの改良により、取りこぼしをはじめとした作物の損失は 30-45% 削減されたよ。これもまた、トラック何台分という量になるんだろうな。そしてそれらの繊細なシステムを自動で調整する支援システムも、CR10.90 には標準装備よ。人間よりコンバインの方が賢いんだぜ。日本では汎用コンバインと言われるだけあって、多くの作物に対応できるからね。もちろん作物や天候など、様々な条件によって最適解が違ってくるから、正直マニュアル操作でそれを調整するのは不可能に近いわね。それからこの、多くの作物に対応できる、というのもポイントで、米や蕎麦といった日本でも多く栽培される作物だって、構造的には収穫できるのよ。なんだか含みのある言い方だな。まあその通りで、これらの作物は研磨性が高くて、機械を傷めやすいのよ。ああ、蕎麦で使ったコンバインは使えなくなるって聞いたことがあるんだぜ。その対策として CR では、各部品で強化された素材を使用しているわ。じゃあ全体的に耐用年数が伸びて長く使えるんだな。それに修理や交換の頻度も減らせるわね。でもその分お高いんでしょう？価格は81万2000ドルからね。まあこんなのは日本で買う人なんかいないんだぜ。ところがねマリサ、それがいるのだよ。日本にも CR10.90 を使ってる農家さんがいるのか。北海道栗山町の小麦農家さんが使ってるんだって。 YouTube でも動画が上がってるから調べてみるといいよ。150ヘクタールで小麦だけを作ってるっていう、なかなか尖った農家さんで面白いよ。連作障害とか気になるところだけど、まあ調べてみるんだぜ。といったところで、今回の解説はここまでです。ギネス記録のコンバイン CR10.90、その隣には共に切磋琢磨してきた歴史音の存在があったんだな。これからもこの2社の躍進から目が離せないね。ちなみに次回もコンバインの解説動画を上げる予定だよ。コンバイン特集だな、楽しみなんだぜ。それじゃあ今回も、最後までご視聴ありがとうございました。